ごきげんよう男、ボンドです。そうね。やらかしました。まあ、この、まあ、スマホで録画するっていうことを、まあ、最近ね、こう、ジュラシックワールドやり始めてから、スマホで録画するようになったんだけど、まあ、あまりやり慣れてないっていうことがあって、またね、なんか録画撮れてませんでしたね、なんか。わからないけど。まあ、とりあえずね、この、ハイブリッドが生まれました。プリオトロドン。レジェンドハイブリッドだね。まあ、ちょっと餌あげちゃって、そこの部分、動画撮れてなかったんだけど。まあ、こんな感じになりましたね。で、この見た目、なんか、スピノサウルスっぽい見た目だけど、小型肉食恐竜。おー、なんかミッション完了した。果たして強いのかな？おー。なんか動きが、そんな凶暴ではなさそうなんだよね。まあ、早速ちょっとバトルしていこう。まあ、結構イベントとかも、あるんだけど。さあ、これはちょっとやばいな、対戦相手。まずこっちからやっていこう。まあ、この対戦相手がね、最初、草食恐竜なんで、早速、プリオトロドンで行くか。それからこいつに、最後はスーパーで行こう。さあ、これで、やっていくか。2回目の、プリオトロドン。1回目は取れてませんでしたが。さあ、まず攻撃でいいかな。さあ、これは、一撃で倒したよ。これがプリオトロドン。さあ、新しい対戦相手来たよ。こいつは何もしてこないか。ここは攻撃2で行くか。よし、これはどうだ？一撃で倒したよ。これはまさかプリオトロドン一匹でいけるんじゃないか？何もしてこない。じゃあ攻撃3で、相手は防御してきたけど、一撃で倒したよ。やばすぎ。まあ、これがハイブリッドレジェンドの強さってことか。さあ、スーパーレアパック。ここで、何が来る？さあ、お！ステゴサウルス。こいつは結構来るね。そう、とりあえず、やばいバトルでした。おっと、これは？待っていた人もいるかもしれませんが、ボス警告。ボスがやってきてるようだね。これも動画撮ったんだけど、撮れてませんでしたね。早速じゃあ2回目の動画撮っていこう。さあ、まあ、ちょっとやっちゃったんだけど、いや、結構やっちゃったんだけど、とりあえず、ま、レベル5まで行きましたね、このクラーケン。まあ、ここまで来ると、ボスだからね、めちゃくちゃ強いんだけど、まあ、ここはとりあえず、アンモナイト、ダンクロステウス、プレシオサウルスで行こう。さあ、来たぞ、クラーケン。18。とんでもないな。まずはでも、力貯めとくか。最初はね、やられちゃうんだよね、どうしても。攻撃2で、このダメージ、もう防ぎようがないな。さあ、ただ、2匹目から、もう裏技みたいなね、なんか攻略見つけたんだけど、まあ、ここはとりあえず防御2で行くか。これで、ブロックするはず。おっと、何もしてこなかったか。ただ、こっからもう相手はね、攻撃3しかしてこないから、もう防御3していけば、永遠に、ブロックできるんだよね、多分。だからまたここで防御3して、
力貯めとこう。相手はどう来る？攻撃さん。もう相手はね、こっから攻撃さんしかしてこないんだよね。だからまあ、少しずつ力貯めながら、こっちはずっと防御3やってけば、無限に戦えるんじゃないかな。また3で、こうやっといて。さあ、相手は？攻撃3。やっぱそれ以上やってこないのか。もう無限に戦えるけど、すごい時間かかりそうだな、倒すのに。ここでちょっと攻撃余ったから、これで攻撃1で。そう、よし！ 200 ダメージ。弱いな。ちょっとずつ削れば倒せるけど、やっぱ時間かかりそうだね。じゃ、ここはもう、こう、防御3であと攻撃でいくか。そこで、どのぐらい？おお、1400。もう少しで倒せるね。さあ、防御していったよ、また。そろそろじゃ攻撃していくか。力溜まったんで。これで倒せるはず。よし、倒した。まあ、こうやっていけばね。まあ、無限に倒せるね。時間かかるけど。よーし、また防御やっとこう。おっと、4やっちゃった、間違えて。まあ、いっか。まあ、暇を持て余してれば、こうやってやっていくのもいいかもしれないね。じゃ、そろそろね、しんどこう。このままだと、永遠にこの動画が終わらないと思うんで、ここら辺で一回力貯めて、あと攻撃でいこう。よーし、ちょっと、与えたぞ。さあ、相手は攻撃3回、やっぱり。じゃあ、最後に、攻撃8で、終わらそうか。さあ、プレシオサウルスと攻撃8。動き早いな。ちょっと倍速のこのやつやってるから。さあ、最後、攻撃5。容赦ない。バトルはまだまだ続く。こうやっていけば永遠にバトル続くね。さあ、これでとりあえず、おー、いろいろ、手に入ったかな？でね、最後に、このやばいイベントやっていこう。この対戦相手がもうピカピカなんだよね、この、ゴールデン。でも、ここは、装飾恐竜とりあえず選んでいけばいいけど、スーパーサル使えないのか。休憩中だね。ここはじゃあ、アンキロ、ステゴサウルス、パラサウロロフスで行こう。あと、ブースターも選べるんでね。適当にこれは選んどこう。これで勝てるかな？こっちが有利なタイプだけど。相手強いよ、普通に。さあ、まず、とりあえずま、力貯めて。これも使っとこう。ブースター効果やっといたよ。さあ、これでどうだ？相手の番。攻撃1。よし、まあ1なら耐えた。さあ、やってこう。山田。力貯めとこうかな、とりあえず。まだ、いけるはず。さあ、相手はどう来る？耐えろ。よし、攻撃1なら、耐えた！ギリギリ耐えたね。よし、これでもう次、一撃で倒せるはず。これ攻撃、3で、いや、4でいこう。これぐらいあればいけるはず。さあ、よし！まずは1匹目。いいぞ。さあ、相手の番。攻撃算してきたか。もう体力ほんのちょっとしかなかったのに、容赦ないな。じゃあ相手は多分防御してないと思うから、攻撃算で倒せるでしょう。
さあどうだ。よし、これはいけるぞ。さあ最後、余裕でいけちゃうかな。さあでは4、その4をどう使ってくる。攻撃で使ってきたか。これはトゥデコサルス、やられたか。これはやばくはない。最後攻撃端でやれば間違いなく倒せる。さあ、おお、おお、まさかの2カメラでいった。そして最後俊敏な動き、なんとかきてね。さあプテロサウルスバック、これレジェンド来るよ。さあ、お、最後のこの色合い見て、これ間違いなくレジェンドの色。来た、レジェンド。タペジャ、あ、まだある、まだ1個パックある。ここでレジェンド食らぜ。さあ、おっと、来た、最後のこの色合い、間違いなくこれレジェンドだね。さあレジェンド来ました、レジェンド食べちゃ。さあこのボスが、ま、みんなでね力を合わせてダメージ与えていけばこのコミュニティ目標が達成するんで、その時にお会いしましょう。ごきげんよう、タコボンドです。さあね、このコミュニティ目標が達成しました。みんなダメージ与えてくれてありがとう。じゃあこれもらうよ。さあこれはまあ生き物じゃなくて象だね。さあやってきたぞ、 8% アップのクラーケン18像、やってきたか。よーし、2個目だね、これ。こういう像は。1個はこの前回やった、このサメだけど。さあ、このクラーケン像、まあ、この隣に置いてもいいけど、ここら辺だとそんなアップされないから、お、ここいいんじゃない？結構アップされる。このハイブリッドもいるしね。ここに置いとこう。よーし、2個目をね、この像を手に入れました。こんな感じで、像も手に入れながら、生き物も手に入れて、最強を目指していこうと思います。それでは、コメント、グッド、チャンネル登録、よぴぴ。